今回のテーマはカニです。今回はカニの水槽カニリウム、厳密に言うとカニアクアテラリウム、そんな感じのものを立ち上げてみたいということで、このちょっと変わった水槽をネットで見つけたので注文してみたわけなんですけど、またもやですね、こんな感じでテープべったりだったので、落ち着いて除光液で全部取ってですね、ピカピカにしてやったわけです。さて、こんな形の水槽を使ってですね、アクアテラリウムなんていうものを作るのは今回が初めてなんですけど、作業をする前にですね、こんなものを作りましょうということで、頭の中で計画したものをですね、ちょっとダウンロードしてみるわけです。今回は底面フィルターを使ってですね、今書いてるやつがそれのつもりなんですけど、そこからダイレクトにポンプに行ってですね、底面フィルターを通った飼育水がポンプによって長い距離を移動して上の外掛けフィルター、これに入ってですね、ここでまたろ過されると。そして内装はというと、石をたくさん入れて水草、シダのようなものを考えています。あと苔ですね、水をたくさん入れることができない水槽なので、苔が活着した流木を入れてですね、なるべく水が汚れないようにしたいわけなんですけど、まあ今書いてるのはカニなんですけどね、水中ポンプで上がった水が外掛けフィルターから石の上に落ちて周りの苔を潤す。そうするには少しだけ細工が必要なんですけど、このザリガニ水槽に使っている外掛けフィルターと同じものを買ってですね、ポンプと外掛けフィルターの距離を確保すべく細工をするわけです。通常はポンプの下に接続するパイプを上につける、そんなようなことをやろうとしています。まあ特にですね、面白い要素はないんですけど、こんな感じです。砂利を入れるわけですけど、大きさの違ったものを混ぜています。外掛けフィルターがありますので、あまりろ過のことは考えていないです。よって割と粒が大きめの砂利を使っています。そしてこの後はいろんなものを入れてレイアウトを決めていくわけなんですけど、結構いろんなことを考えているというか、撮影を完全に忘れるわけですね。置いたりやり直したりいろいろするわけなんですけど、そのうち撮影を忘れてしまってですね、こんな感じで突然植物が入るわけなんですけど、ここまで来るまでの過程っていうのはやっぱりあったわけですね。テラリウム的にはちょっと平坦な感じなんですけど、今回導入するヴァンパイアクラブはセミアクアティックな生き物ということで、ほとんど陸地にいる生物なわけですね。そういったわけで水上の陸地エリアをですね、広く確保したいわけなんですけど、実は水中エリアも結構確保されていてですね、後にヴァンパイアクラブの同居人を入れる計画があったりするわけです。さて、ヴァンパイアクラブが到着しましたってことなんですけど、この竹の筒に入ってきました。ヴァンパイアクラブって書いてありますからね、違うものが入っていたら怖いわけなんですけど、果たして大丈夫なんでしょうか。初めて開けるものですからね、どうやって開けるのが正解だかわからないんですけど、潜ってったところで生きてんの。触ってみたいから手洗ってくるからね。うん。それでも待たないでカニを水槽に入れるお父さん。水の中入っちゃった。いいのかな。あ、入れてあげてもこれ。どこ行った？入った。あ、ここにいるじゃん。ここ。うん。カニ触れるようになった。うん。嬉しい。おめでとう。おお、いいじゃない。隠れた。すぐ隠れるね。いいじゃない。やった。こっちで。さて、ヴァンパイアクラブってことなんですけど、なんとなくわかりますが、この黄色い目と鮮やかな紫、そんな感じで見た目がヴァンパイアに似てるからヴァン
パイアクラブ。まあ誰もヴァンパイアなんか見たことないでしょうから相当いい加減な名前って感じなんですけどね。飼育はそんなに難しくないなんていうことが言われてますけど、どうなんですかね。我が家に配達された時には竹の筒に入っていたわけなんですけど、カニと一緒に紙くずが入っていただけで水は一滴も入ってませんでしたからね。そんなんでいいんでしょうかってことなんですけど、このカニは水辺に生息する生き物ってことなんですけど、通常は森の中など陸地を歩き回って生活するカニということで、飼育する際にもたくさんの水は必要ないようです。ただし脱皮をするときには水の中に入るそうです。まあそんな感じで飼育するのはそんなには難しくなさそうなんですけど、あまり水の中にいるのは得意じゃないというか好きじゃないみたいで、すぐ陸地に上がろうとします。そして陸地に上がってずっといるわけなんですけど、カニってエラ呼吸ですよね。水のないところでどうやって呼吸するんでしょうかってことなんですけど、または息を止めて頑張ってるんじゃないかなんて話もありますけど、そうではなくてですね、ちゃんとエラ呼吸をしているそうです。こういった陸生のカニは体内に水を蓄えているってことで、その水をエラの方に持ってきて、いわゆるブクブクですね、ブクブクをして、そのブクブクの泡に酸素を取り込ませて、それをまた体内に戻すと、そんな便利な呼吸ができるようです。逆にですね、そういったカニは水の中にあまり長くいすぎると溺れてしまうなんてこともあるようです。へーって感じですけど、まあそんなに面白い話じゃないかもしれませんね。さて今回はですね、2つの業者にヴァンパイアクラブを注文したわけなんですけど、後から来た方が到着するまでに2日間かかって我が家に到着したわけなんですけど、それでも元気だったんで良かったです。さすがに今回は水が入っていましたけどね、スポンジのようなものに水を含ませたものが入っていました。今回のカニは値段も5倍ぐらいしたんですけど、サイズが大きくて背中が黄色いんですよね。ただ黄色いだけじゃなくて模様になってますね。ちなみに最初に来た小さい方は1匹20円、約20円ですね。後から到着した方は1匹150円ぐらいです。まあかなり値段が違うわけなんですけど、このカニは卵を産みっぱなしではなくて稚ガニになるまで抱えているということで、比較的繁殖がしやすいのかななんて思うんですけど、そんなこともあって1匹20円なんていう値段で売ってるのかもしれませんね。もうこうなると完全に顔なんですけど、カニにいたずら書きをしてこんな風になったわけじゃないんですけど、なんて言うんですかね、見事に怒っているというか気難しい感じなわけなんですけど、こういった部分もヴァンパイアクラブっていう名前のゆえんだったりするかもしれませんね。それっぽくやってみたわけなんですけど、カニが隠れてしまってですね、ただの盆栽みたいになってしまいましたけど、またしてもさらにしょうもないタイミングで別のカニが届いてしまったわけなんですけど、土曜日に届くよねってことで注文してるわけなんですけど全然届かない。まあそんなこともあるかと思っていくつかに分散して注文してるわけなんですけど、ちょっと今回来たカニは大きいぞってことで、ちょっと大きすぎるぞってことで、アップルクラブちゃんが3匹好き勝手な方向に向いて、3人揃ってパフュームですみたいな感じなんですけど、今更こんな大きいカニが届いたって、このカニリウムに入れるのはもうちょっと難しいかなと。この想定外のアップルクラブの大きさでやると定員オーバーっていうことになってしまいます。よって後日パフューム水槽を作るしかないという状況ですね。このヴァンパイアクラブっていうのは水の中にいる時よりも水の外、水から出ていることが多いわけなんですけど、そういったこともあってダイレクトにというか非常にクリアーな状態で観察できるわけで、なんて言うんでしょうか、とにかく飽きないですね。哺乳類でも前足というか手で食べる動物っていうのは少ないわけなんですけど、カニは上手につまんで食べますね。野菜も食べるってことでブロッコリーを電子レンジで調理してちょっと揚げてみたんですけど、翌日までお残ししてましたね。なんだよってことで今日は小さく切ったキュウリを水槽の中に入れてみたんですけど、明日の朝になってなくなってたらいいなって感じですけど、なんか違う生物が出てきて食べてたら嫌ですね。とにかく餌を水槽内に残さないことが水槽内の環境にとって、環境維持にとって大事なことかと思います。さっきちらっと映っちゃったんですけど、同居人としてこの可愛いバンブルゴビーちゃんをですね、バンブルゴビーじゃなくてバンブルビーゴビーですね、これを導入したわけなんですけど、完全に衝動買いですね。前から興味はあったわけなんですけど、思わず店頭で買ってしまいました。この件については次回の動画で報告させていただきます。昨日入れたキュウリとか市販の餌が残ってますね。あまりガツガツしているところを見たことがないんですけど、苔をたくさん入れてるのでそういったものを食べてるんですかね。あるサイトでは根付いている水草は食べない、それが枯れて朽ちると食べる、そんなことが書いてありましたけど、よくわかりませんね。
これは色も鮮やかなので最初はオスかなと思ったんですけど、メスですね。お腹の部分がパカって開くところがあるんですけど、それが広いのでメスです。やっぱり水の中に入っててもらった方が撮影しやすいですね。通常こんな風にうまく撮れた動画から切り取ってサムネにしたりするわけであります。しかし水の中に全然入らないのかと思ったらそうでもなくてですね、結構水の中に入ってなんか隠れたりしてますね。ただずっと水の中に入りっぱなしっていうことはないようです。長くても1分ぐらいで上陸っていうんでしょうか、陸上に上がってきますね。見て出た。